まあ、来年こんな顔も戦っているということをつくづくと考えているけれども、どうすればいいんでしょうか。もう一つの実践です。今日の集会は大きい困難を乗り越えていられる、乗り越えられない悲しみを担ってでもいられる、バカなの集まれた集会でありまして、その福島の人たちが趣旨に上がられ、はい、今所属しています。しかし今新宿政権が終わらしになったことを言っておりますけど、本当通りこの集会の意味、実は非常に強い感情を深い意味に感じる、そういうことが非常に変わってじゃないか。ここに参加させていただいてありがたいと存じております。私は東京から参加させていただいた応援センターのブログであります。私は7分間お話する時間をいただいていますが、もう毎日の動画で3分かかってしまう。現在で長らかに現実の局でしょう、お話しするということを含め、この1年間、知り合いする学者さんの分析と見直しを進めるばかりですよね。そして、現役では初めては、GV が初めてやっていることだが、その理論こそ明確でも、技術的に完全にコントロールされてはいなかった。特に地震への対応は、この核弾頭だらけの船で、学生方の英国がよく浮かかられていなかったということを学びましたが、恐ろしい思いで大変に知りました。3年の後も、その原発の再稼働を考え出す人たちがずっといます。そして今現に大変な大きい運動が始まっています。その中でもうすでに再稼働してもいいと理由で許可を得た学生たちの集まりがあります。ところがその集まりの中の学生たちが、どうやらいつもの原発の地盤が実は各断層の運営に関わっていると、いうことを報告して、人を経験していきますから、それを失ってきたということを告発してやりました。その責任がある学者が今の原発の再稼働を決める中身にいられるということを、私どもは自分たちでこういう死を私たちに応援しなければならない、そして考えたいと考えている。未来世界に向けて生きる人間の皆に、子どもたちが中心です、大きく長い期間の影響があることを思い知りました。正直に言えば、私は力を落として思いました。これはどうして行われた原発を出たしようという委員会の投資者の方、それをドイツの国家が承認した。そしてドイツ全体の動画が原発を廃止することに至ったということを、メルケル首相、
この原発をどうするかということを最初に議論した集まりの名前は、
そして今のところ私たちが起きている危機なんですね。民主主義本体で市民一人一人方どれも成功するかどれも新しい電力の運動を開かれたあるいは電力の運搬について配分についてこういうことを使い方ということの話が強まっ てその市民の働きが今電力の運動についても新しい道を作り出している現にここにいらっしゃる方たちが支えられます自分たちで取材をして、電力を作って言われた、乗り切った人たちがありませんか。それを、今年も来年を続けていくわけです。ということで、想像力ということで決まっていなくて想像力からかと今思い言われている人間になりますのでこのことを身に入れるのではなく私は一つ想像することがあるんです。それは近い将来のある日あなたがですねこの国の全ての小学校全ての中学校全ての高校で校庭にこのように生徒さんたちが集まるそして先生があるいは生徒代表がこういうことを告げることになる皆様この国は原発を全廃することを機能を決めましたそれが私たちの国の障害ですそして私たちの未来に原発事故の不安はもうありませんそして、自分たちの大きい感性が上がるということを、この国の数十年まで、その感性が気づくだろうということを、私は想像します。それを実現させましょう。